皆さんこんにちは、ミヤクレイです。ということで、今回もマリオメーカー2どこまでマリオチャレンジ普通やっていきたいと思います。では早速現地報告から見ていきましょう。はい、現在2022年4月の19日午前9時44分、現在ミヤクレイの記録はこちらになります。はい、世界488位ですね。ハイスコアが7128ということでね、まあ7000超えたということで、はい、まあ超えました。ショート負けました。はい、7128です。はい、まあそうですね、8コースクリアして1位上がるのか。 OK、 まあやっぱだんだんね、もう500円切ったということでね、だんだん上がりにくくなってきてますけど、頑張ります。じゃあ今日も行きましょう。さあ7128、96期からスタートですね。行きましょう。さあ行きます。28秒。ああ、これはちょっとどうしよう、パスしよう。これなんかやられそう、普通にやられそう、普通にやられそうなことさ、パスします。オリンクのままゴールね。言いましょう。食らっちゃダメなのかな。あー、なるほどね。これ多分倒すんだな。よし、これ振り取って、よいしょ、いいよ、ほい、よし、これボムでね、爆発させていきましょう。んー、これどうしようかな。一回、あれだな、こうするか。これ下に落とすの、落としてから上に上がったタイミングでいくという感じですね。さあ、これクッパじゃない、オッケー。これ食らえないな、絶対食らえない。あ、食らったんだが無理だ。よいしょ、これ確実にクリコ。いや、ちょ、怖いね、結構。結構怖い。よいしょ。よしよしよし、よし、クリアだ。オッケー。さあ、上に上がって、ゴールかな。ナイス。あ、これ食らったら終わりだったのか。結構、ママだったな。ナイス。フラワーに当たるな。あーあー。いや、でも10秒だから、ちょっともう1回か、もう2回ぐらいチャレンジして、どうか決めようかな。フラワーに当たるのか。ほっ、こんな感じ。よし。こんな感じですね。これでいける？あげたかな。あー、とっと。危ねえ。よし、あ、ここで、そうだね。フラワーに当たっちゃうといけないのかな。ナイス。よし。そして、スリアップ。さあ、行きましょう。18秒ですね。さあ、ユースキンですね。いやー、これちょっと何？いや、これ見たな。ちょっとな、間違い探し臭いコースなんでね。いや、間違い探し、やってもいいけど、ミスったらあれだからな。だんだん難易度上がるしな、難易度って言われて。ちょっと見ます。間違い探しあんまやってないですね、今日に。30秒ですね。さあ、行きましょう。のこのこ多いんで、まあ、スタンダード的なコースかな。一応なんか、あー、なるほどね。上の上に行く感じ。 OK、 上っていうか上だね、まっすぐ。んーと、よいしょ。あー、なるほどね。よし、とりあえずこれはまあ前行きましょうか。ゴールかな。ナイスゴール。行きましょう。シングルプレイ48秒。 OK、 上ではないっしょ。上ではないね。 OK、 まっすぐかな。うおー、危ない。大丈夫。よいしょ。 OK、 スターか。これ1アップはまあ狙わなくてもいいけど、え、パッションダメとかあった？ないよね、そんな。ゴール、ゴール、ゴール。まだある。ブーメランか。オッケー。あ、裏目あんのか、マジか。え、裏目あんの？あれ？あー、あ、中間だったわ。やばい。これワンチャンショートカットとかいけたか。ショートカットとかどっかでなんか、ゴール直通とかあったか。ないか。なんだろう。あー、ノコノッカーね。いや、これどうなの？ちょっと長いな。あ、48秒って書いてあるのか。あ、48秒か。じゃあ、まあ、大丈夫だ。うん、まあ、48秒はね、普通ならやった方がいいかもしれないですね。まあ、55秒とかだと座れないかもしれないけど。あー、こういうことか。よいしょ。危ねえ。ナイス。はい、ゴールー。ナイスー。お、6秒来ましたね。6秒。おー、おー。あー、
罠ですね。罠かよ、いきなり。いきなり罠。罠が来た。さあ、あ、まだ6秒か。いや、これ、いや、罠、多分罠。入っちゃダメ。多分入んないで、まっすぐ行けば多分ゴール来る。気がする。あ、来た。簡単だったな、これ。いや、一回やられちゃった、やられたってか。トラップに引っかかったか。ナイス。さあ、行きましょう。20秒ですね。いやー、2択来た。やばい。おー、クリボーか。あ、違う、2択じゃない。これ多分クリボーを倒していくんだ。結構厄介だぞ、これ。結構厄介じゃない。うわ、これ結構厄介来た。厄介なこと来た。これちょっと怖いな。クリボーね、でかいやつはね、1体倒さないと、2体分裂しても、あれはカウントされないんだね、2体っていうには。これ1体が1体なんで、オッケー、これで倒すね。あ、オッケーオッケー。じゃあ、そこでいけるかな。何、猫一応取りに行こう。怖いんで。ワンチャンなんかできる人いるかもしれないか。いないかもしれないです。あ、ゴールだ、オッケー、ナイスー。はい、ゴール。よし。さあ、よしよし。いやー、行きましょうっつって、36秒だけど、なんか。あー、ちょっとパスします。なんか、わからないコース。わからないっていうか、ちょっと、まっすぐ行けるコースがいいんだよね。長くてもさ、36秒ぐらいでもいいからさ、そのまっすぐ行って行けるようなコースがいいんだよね。なんか、こういうなんか謎を解く感じのコースっていうのは、ちょっとなんかあんまりやりたくないんだよね。7秒 OK。どこどこかな ?OK、これで。これは一回食らえなきゃダメかな。あ、食らえなきゃダメ。でも食らえるから、これ。え、待って!もう、ドッスンになんか。あー、ドッスン。これはすごい。これはすごいのか。これもいける。あんまり、いけるか。これ食らえるんだ。はい、早いうちに食らえるんだ。これ、待って、ノコノコで食らえないか。これ食らおう。OK。これで食らっちゃえば、もういけると思う。よし、アイゴルー。こんな感じですね。ナイス。はい、じゃあ9秒ですね。9秒ですねっていつも言う。なんか何秒ですねとかって言ってるさ。ね。何秒ですねっていうのなんか癖になってきてる。え?あ、ゴールド。マジか。あ、ゴールド。ナイス。いいね。結構楽だった。よし、オッケー。お、8秒いきましたね。え、おう、え、あ、あ、そうか、のこのことか、そう、なんかね、これアイテムとかなんかで出た瞬間に、ね、敵触れてもなんか大丈夫なんだよ。なんか一瞬さ、今触れたけどさ、ほんと1秒、いや1秒じゃないな、ほんとなんか何、数秒、0. 何秒かぐらいだけ当たってもなんか当たりなかったじゃないですか。そう、そういうのもね、利用できるんだよね、このスキン。あー、ん?あ、大丈夫か。ん?いや、いけるいける。これ踏めばいい。オッケー。ほっ。よし、ゴール。ナイス。さあ行きましょう。ノコノココーラを持ったままゴール。オッケー。ノコノココーラ?ないじゃん、なんも。あ、これちょっとパスしよう。わかんない。ノコノココーラっつったけど、なんか、敵にいないんだけど。隠しだったらな、多分。お前。そう言って。迷路。いや、長いって絶対だよね。いや、迷路はちょっと無理。無理っていうか、長い。迷路ってだって迷ったら無理じゃん。ちょっと長いぞ。はい。行きましょう。よし、16秒。行きます。このコースはいけるはず。キノコ。このままいけるかな?あ、大丈夫。下落ちた方がやられちゃうね。オッケー。あ、上だね。上だ。上行けばいけるかな。いや、あ、届かない?届かない?嘘だ。なんかある。あ、上から行けんのか。あ、上からじゃあっち行けんのか。左から。なんかある。繋がってる?あ、なるほどね。バネ、持ってっか。ちょっと待って、これ、バネジャンとかできないから、できないけどできるけど、あれ。は?あ、あ、じゃあバネを持ってけんだ。だからバネを、持ってきます。で、下落ちます。で、ここ、上に乗せます。はい、あ、いいね。で、これでジャンプしてゴール。オッケー。これだけだね。ナイスー。はい、ということで、7138ということで、世界ランキング487位ということで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。はい。まあ、よければね、皆さん、これからもね、応援してくれると嬉しいです。はい。まあ、一応ね、マリメ再生数、まあ、平均50超えるぐらいになってきているので、
まあ一応見てもらえる方はね、まあ増えてきているので、はい、こう、まあ100再生、1本の動画平均100再生目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。てな感じで今回はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。